プロショップって言われてるとで買ってきました。でこれは結構ね安い道具で1500円ぐらいで買えたかな。いいやつ買うと道具だけで、まあ、5000円とかね1万円しちゃうんですけど、まあね、この1500円のぐらいの道具で、ね、しっかりできるのかできないのか。入りたいです。今日はここのフェンスのここがね取れちゃいました。これ実はお隣さんのフェンスになるんですけど、このお隣さんのフェンスにお客さんがねミラーをここにぶつけてしまって、これが取れちゃいました。お隣さんに言ってね、ちゃんとしっかり新品のものに直しますかどうしますかって聞いたら、まあ、これでうまく直してくれたらいいですよって言ってくれたので、これでね直します。まあほぼほぼ曲がりもない状態に綺麗に戻しました。でそれであとはここに穴が開いてるんですよ。ここにこのリベットを使って止めるだけです。でこのリベットは今ねじゃん、ジャンボ延長なんだっけな、この道具はハードストックっていうね、ホームセンターじゃないけどホームセンターがやってるプロショップ、最近多いよねプロショップって言われてるとで買ってきました。もうこれで止めるだけ、超簡単なんで DIY で簡単に直せます。これが完全にポキッと折れてしまってたらね、なかなか難しいけど、ちょっと軽く曲がっただけだったんで自分でまた曲げてまっすぐにしました。でこれは結構ね安い道具で1500円ぐらいで買えたかな。いいやつ買うと道具だけで、まあ、5000円とかね1万円しちゃうんですけど、まあこのリベットは僕はそんなに頻繁に使うものじゃないので、まあこれぐらいでいいかなと思ってこんな道具にしました。頻繁に使う人はねやっぱりロブスターとかちゃんと社メーカーがあるので、そういったものを使うといいなと思います。まあ、僕みたいにこうやってたまにしか使わない人はね、こうやって最初から何パターンかねリベットも入ってるんで、多分これぐらいのリベットの太さでちょうどいいかなと思いますね。この1500円のぐらいの道具でねしっかりできるのかできないのかっていうのはね皆さん興味あるのかなと思うんで、あとねここも5500円の割にはねちゃんと何パターンかの太さがあるので、これでいけるね。そう、太さによってこれ変えないといけないんですよ。こうやったらこれでちょうどいい。それでここに入れてみて、この穴ちょうどサイズです。これね、はい、ちょうどで、これはほんと簡単で向こう行った方がいいね。こっち面の方がね見てもらいやすいかなと思うので、ここに折っても俺は見えるよね。はい、これすごい簡単で、ここにリベットを刺します。はい、刺しました。刺したら早速落として傷をつけてしまったよ。はい、入れます。入れたらよいしょ、このレバーを買って握っていくだけ。はい、ついた。あれ、これがどんな仕組みで止まってるかっていうと、ここの丸くなってるの見えるかな、これがここの中にグッと入っていって、ここが膨らんでね止まるっていうだけのことなんですよ。なんでこの下の方も入れてこれ刺す、刺したらこれはめて引っ張る、もう切れた、 OK ね、つきました。こんな風にできます。もうこれで完成できそうでしょ、誰でも。これで直りました。はい、終了。まあこのもう早速傷つけちゃったけど使えるね、この1500
1500円の道具でも、確か1500円ぐらい。豊橋に住んでる方は、ハードストックっていうところに行ってみて、売ってる、まあ、もしかしたらジャンボ延長にも売ってるかもしれない。まあ、各ホームセンターにもねあるかもしれないけど、僕はハードストックっていうところで買いました。はいはい、こんな感じで今使ったリベットはね、ここのサイズでした。はい、このサイズね。はい、とあとは本体、こっち向きか。はい、まあ簡易的なケースだけどね。まあこの切ったやつも一緒に入れとこう。ない、はい、こんな感じね。はい、で簡単にここだね、外れとったところね、綺麗にね、綺麗に直すことができました。じゃん。じゃあ今日の動画はこの辺りで、バイバイ。